はい、お疲れ様です。JRA のせいです。はい、えー、まあ、動画を上げるのはね、この時間になっちゃいますけど、申し訳ないんですが、えーとね、まずね、えー、ナンバーズの方がね、あの、斜めのラインね、あの、ナンバーズのミニね、あの、ナンバーズの動画もやってますが、斜めのラインがだいたい来てるんで、71とかね、えー、っと、そうですね、08もね、今月やはり出ると思います。はい、言ったようにですけど、えー、ミニロと、 とねえー、ビンゴ5は1、ねえー、つの数字しか出ませんでしたが、えー、また、ね、動画の方を撮っていきたいなと思っておりますが、えー、来週のほうはです、ねえー、私の方はちょっと明日引っ越し、ね、11, 時の新幹線11時台の新幹線で、ねえー、新天地へ向かうことになりましたで、1週間ぐらい、ね、あのセミナー関係とか、ねえー、あるので、えー、出れない。 っていうあの動画上げれないっていう状態があるかもしれないのでそこはちょっとご了承願いたいなと、えー、チャンネル登録だけしてもらえればいいかなと思いますはい、えー、でね、えー、まずマリンステックスからね、えー、い,きいきたいと思います、はいえー、マリンステックスですからかすえー、っとマリンステックスですね 横はね七夕署になってますがマーリン・ステックスはですね、えー、今日はね、ねの8のダブルの日なので,でジェベルムーサ・アルタイル えっと、あと絶対音数8持つね。えー、名称住友あ、あとはリッカルドなんかはいいかなと思うんですが、えー、総合的に判断してね、私ね、あのー、ジェベルムーサーがね、あのー、運命数1 a を持ってることからもね、で、北海道実績もあって、えー、当日の音数8をダブルで持つっていうところ、はい、でそこでね、もうジェベルムーサーを本命に、えー、したいと思います。 えー、ジャベルムーサのね、副賞でもつくのかなーって、おうち見てませんけど、あとはね、ワイドで5、6、6、16、8。はい、あ。えー、アルタイル、えー、リッカルド、え友ですよね。うん。で、タガノエス、これにね、あの、配当次第ですけど、五七ね、追加したいところですけどね、五七があってもいいのかなと思います。タガノエスプレッソがね、北村騎手が、あの、今日は暗示が強いので、はい。えー まあこれはジェベルムーサででえー、七夕の前にねあのプロキオンを先に行かせていただきますえー、プロキオンはですねえー、まあカフジテイクが人気になりますけど私はねあのー、まあたけ っと、デムロがね、あの、オンス8でね、運気がいいんですが、えー、私ね、このキングズガード、えー、というのはね、キングズガードですよね、GPY、えー。2017年の7月っていうことでね、末尾が 7,、ね、7で、えー、GPY 場っていうのがね、えー、強調されているだろうと。ガードの G ですよね。で、イニシャルボインああやって、で、オンス1なんですよ。で、 えー、フェブラリーとね、ネギシーステークスはね、あのー、1をね、あの、恩恵に受けながらも構想できなかったんですが、ー最近黒船賞とかいいね、天保山ですか。えー、ここ2戦ね、連帯しているよりに、やっと1のね、恩恵を受けながら構想してきてるのかなと思います。で、機種もね、えー、Y を持つんで、藤岡 U のね、えー、Y を持つんで、えー、キングズガードね、 このレース、ー中京はね実績あるんで3着以下ないんで、えー、キングズガード本命にしたいと思います。えー、っとね、カウジテイクはね、取りこぼしはすごい考えられるんでね、えー、キングズガードー本命で副賞12、でワイドはね、南、あ、沈のー、ナンチンノンとかは遊びで面白いかなと思います。私の3連打目法のワイド編ってやつで 考えますとあとは「レバントレ・ライオンが、ね」がダブル・アール・アンジで、ねえー、10番面白いと思いますあとは「名所宴が、ね・ウタゲ」が松山騎手のね、えー、母ン数8、真音数1でね馬番がアンジがあることからも1、12なんていうのもおもしいかなと思います、はいえー、以上からプロキオンステークスで七夕賞いきましょう、えー、七夕賞先ほどのお隣ですね はい、七夕賞はですね、えー、まあ、ゼーンとはそこまで、えー、過信できないかなと思います。で、一番最初に考えたのが、マルタザーポジなんですが、あとは、達攻撃 G 持ってる。で、このレース、7番人気とか、7着とか、えー ね、16、7系列の馬が良かったり、前走7着の馬が良かったりします。はい。えー、七夕翔だけにね。で、今日ね、8の日なので、8番入ってるゼルビンとはいいんですが、8枠の方が,加護がカバラの恩恵を受けてるのかなという気がします。で、私はね、本命はあまさかの馬にしようかなと思っております。 えっとですねえー、私の本命はですねななななんとバーディーイーグルですはいえーここねあの高い勝負度合いがあると思います私ははいえバーディーイーグルにした理由ですかあのー、やはりね七夕賞ということで七 が関係あると思うんで、えー、今年2017年の7月ということで GPY っていうね、えー、ことですよね。で、えー、機手がね吉田優孝で YY なんですよ、はいで。バーディーイーグルはイーグルはあのー、イニシャルで言うと I なんででイニシャルボインも I。えー今日の 暗示持ってるんで、えー、副唱でワイドですと511、えー、マイネルフロスト556、えー、ボージュ、えー、59ってところですかねはい57もかんこれに足してもい面白いかなと思います穴穴だったらえー、穴穴って言うんだったら あのまあ、バーディーイーグルもそうなんですがパドルウィールもそうですね P を持ってて、えー、運命数8、えー、でイニシャルボインも I 持ってるんでウィールの I ですよねですが私はののプロレスのロスインゴ・ベルダデス、えー・ハポンですかでハポンあのプロレスわかる人わかると思うんですけどイービルって言いますよね。でイイーービルがイーイーグルがグ ロスバケンいうことで、マイネルフロスとロスですよね。ロス、イン、両方ともインなんですよ。ロス、イン、ゴ、ベルナルデス、でハポンだったら、私、11、12、5、五番の三連複はあっていいのかなと思います。ロス、イン、ゴですよね、5番。で、あれ、ブシって言いますよね。で、ブシ座はその号泣もね、入ってるんですよ。ブシ。 あのプロレス、新日本プロレス知ってる人はわかると思うんですけど、ヒロムって、武士、真田が柴田 <laughs>、真田じゃなくて柴田、武士、真田、ヒロムで、内パクのヒロで、6で、ヒロム、もしくは北村広のヒロで、6枠で、ヒロム。っていうことで、この合 5 6ですか入ってるんですけど5 7もあってもいいのかなと思ってますこのワイドでイービルがイーグルってことでねこれロスインコバケンっていう感じで今日は遊びで買ってみようかなと思っておりますはいでまあバーディーイーグル本当にね、えー、これ狙い目かなと前奏ね見てあ本物だと思ったんで前奏見てもらえればわかると思うんですからがこれは本,格本物だなと思いましたんではい え、以上です。今日は。でね、私のね、師匠の、あの、ビジネストビジネスね、教わった師匠、二番目の師匠がね、あの、秋口にね、本を出すんですよ。はい。え、出するようです。で、LINE で電話、